ショーガールは1995年のアメリカ・フランス合作映画、ポール・バーホーベン監督。アメリカでは劇場公開時に過激な暴力シーンや性的シーンが問題となり NC-17 指定で公開された。スターダンサーを夢見るノエミは憧れと自信だけを胸にショービジネスのトラスベガスへとやってくる。しかし待っていたのは虚色とドロドロの人間模様。 しかし、それでもノエミは、トップダンサーとして、栄光をつかもうとする。カッコ内は日本語吹き替え1995年の、ゴールデンラズベリー賞で13部門ノミネート、最低作品賞、最低監督賞、最低脚本賞、最低主演女優賞、最低新人俳優賞、最低主題歌賞、最低スクリーンカップル賞の7部門制覇した。ラジー賞受賞者が受け取ったのは、 ビルコスビー、ビルコスビーの、それいけ、レオナルド以来8年ぶり。実際に受賞会場に現れたのは、バーホーベンが、史上初となる。他にも、この10年のワースト作品賞受賞、この25年のワーストドラマ作品賞ノミネートなど、ワースト映画賞を総なめにしている。また、バーホーベン自身もこの作品を自虐的に捉え、一時期は、 ショーガールの後ならもう怖いものはないと公言していた。スクリーム2の劇中、犯人が学生に、この世で最も怖いホラー映画はと尋ね、学生が、ショーガールと答える場面がある。本作と同じく、ジョーエスターハスが脚本を担当した、アラン・スミシーフィルムでは、作中登場する映画について、最低差、ショーガールよりひどいというセリフがある。しかも、 アランスミシーフィルムも評価は散々で、エスターハスは、またしてもラズベリー賞を受賞してしまった。ありがとうございます。